はい、今、6時12分ですね。6時間ぶっ続け。まあ、途中ね、はい。まあ、休憩はそんなにしてないですけど、はい。6時間かかりました。はい、14ケース目ですね。まあ、本当は20ケースぐらいやりたかったんですけど、はい、無事、はい、完売してという感じです。ね。まあ、ボックス販売の方は、まあ、公式さんとかも販売しますし、まあ、ね、並行で買うかどうかはお客様次第っていう感じですけど、よいしょ。はい。じゃあ、最後のケースですね。いやー、でも今永さん出てくれてよかったです。まあ、eBay にもまだ1枚も出てないんで、はい。世界初、今永さんいたっていうのが確認できたというところでね。はい。参加者こちらの方ね。いつもありがとうございます。じゃあ、サイコロ2つ打って足した合計ランダマイズです。はい。3と1で4回。で、リフレッシュして、で、貼り付けます。で、4回。1、2、3。で、次、4回。はい。ラスト ARZ さんで、トップバッター、ポコさん。まあ、メジャーのカードは、まあ、これ、ね、コンスタントにこの先も出てきますんで。あとはまあね、ちょっと今日の初めの方にも言いましたけど、まあ、円安がかなり進行しちゃってるから、ボックス単価も上がってるところもありますから、まあ、ボックス単価が上がって見えちゃうんですよね、円安のせいで。まあ、なんでもこう物価は上がっちゃってますけど、あ、逆ですね。なので、よいしょ。なるべく店長はね、お安く販売するので。まあ、それもあってね、だからリーフさんをどうしようかなっていう話でね。ね、そこなんですよ。はい。ボックスワン、ポコさん、サットさんですね。やっぱ6割でこう、製品がかなりこう、量が入ってくると、ロゴなしでデザインだけが変わって毎年出てるようなところがどうなのかなって店長はちょっと、思ってしまって。安ければいいっていうわけでもないよねっていう。はい。一番最後、LZ さんはこちらの一番下になります。開封は交互にいきます。で、空箱が欲しい方は、明日の、午前中の11時までに店長にメールを入れといてください。基本的にはカードだけで、はい、お送りします。ただ、カード、すべてのカードをローダーに入れますので、はい。じゃあ、まずは一つ目、ポコさん。はい、いきます。せーの。よいしょ。お、グリーンだ。はい、テシエラさんですね。テシエラさんもグリーン来て、リーフか。で、ゴールドも出たのかな。あ、オレンジだ。はい、99Cです。はい。去年何回かね、グループブレイクやった時に見て、シエラさんね、久しぶりだなって。はい。ペレイラさん。と、メックラーさん。で、リフだ。はい。ジャンさんの199ですね。はい。今年のルーキーも、このブラックで大体覚えてきました。大体分かってきた。はい。テシエラさんですね。懐かしいな。あ。35の1。テシエラさんあたりは一番初めね、アッパーデックさんとかがシリアルのショートプリントルーキーみたいなイメージでね、やってた時のルーキーが初回にドカーンと来たのが、まあ2000年ぐらい、2001年ぐらいから SP ルーキー系の3オートシリアル入りっていうのが、まあ、当時は2000年ぐらいまでは2000枚限定のサインカードとかが、まあ、サインもないカードとかが主流だったので、箱1、2000シリアルのルーキー1枚ですみたいな。まあ、2枚出るかもよ、みたいな。そういうのが多かったんですけど。テシエラさんとかのルーキーは、ハイエンドのカードは、サイン付きで250枚限定です、とか。で、テシエラさんがドカーン来たんですよね。で、カードの価格がすごい上がってきたな、みたいな。で、その後にパッチオートとかが出てきたんですね。食い意地。ねえ。はい。二つ目は、サットさん。せーの。よいしょ。お！金のリップ券！ 3 来た。はい。レジェンドオートでカール・リップケンさん来ました。やっぱこのあたりは金以下引かないといなそうですよね。そんな気がします。はい。うん。はい。サットさん。リップケンさんのゴールドリフォート。99いるのかな？なんかね。そんな感じしますよね。はい、ロハスさん。通常音をね、数枚でも入れてれば通常音いることになっちゃうから。よいしょ。あ、マイチャードさん。今日いっぱい見ます。150。リップケンさんの音が来ました。はい。うん、いいですね。はい、二つ目、サットさんです。はい、カール・リプケンさんのサインでした。で、三つ目、ポコさん。はい。はい、3つ目いきます。せーの。よいしょ。はい、トリオーロさんですね。パイレーツのサードなんですよね。まあ、ホームランも期待できるバッターなのかな。はい、アームストロングですね。お、カミちゃんですね。で、青ジャッジ。青ラバですね。75。はい、うん。大谷さんは結構、ルーキーやからシーズン二刀流やりながらサイニングもしてたんでね、すごいなと思いますよ。やっぱこう仕事が来たらすぐやるっていうタイプの方なんでしょうね。気になって寝れないみたいな。はい、4つ目。よいしょ。はい、あ、4つ目、小野健さん。せーの。よいしょ。はい。マーローさんですね。ケイド・マーローさん。マリナーズでね。はい。ガイア。よいしょ。本当レジェンドの封入が、まあ、去年のね、ブラックと比べたら、かなり少ないですよね。ウェストバーグさん。お、ルーキーバリエーション。はい。デイビス来ました。うん。あ、デイビスこんないい笑顔だったんだ。はい。これが、まあ、ケース1と言われてます。ラファエラさん。で、2出たり5出たり、今日、様々でした。まあ、基本的には1なんでしょうね。はい。うん、いいですね。ラファエラさん CR、ウェストバーグ、ヘンリー・デイビス。うん。っていう感じですね。はい。これが4箱目、小野健さんでした。ありがとうございます。よいしょ。はい、で、5ですね。5は、じゅんさん。はい、いきます。せーの。よいしょ。おお、あ、コルトンカウザーが来た。はい。今日はカウザーが結構、ね、コンスタントに出てくれました。5枚、6枚ぐらい出た ?5、6枚出てるよね、多分ね。スーパーフューチャーズもこれ2枚目でしょ。で、ベースの音の方も出てるし、シリアルも出てるし、シリアル音も。ねえ。うん。はい。いいね。まあ、カウザー弾きやすいプロダクトなのか、ちょっとわかりませんけどね。たまたまこれね、インサート音でここ積もってるだけっていう可能性も高いですから。はい。こっちですね。マクレーン。と、ソダーストロー。で、下が金ですね。せーの。ペッツレッツ金。はい。ベッツさんもすごいな。成績がもう、上で安定してるってすごいですよね。カウザーのサインが来ました。うん。はい。で、このケース、ディープケンさんもね、とりあえず出てますからね。うん。はい、ありがとうございます。で、6が ARZ さん。はい、いきます。せーの。よいしょ。おお、ジョーダン・ラオ。ねえ。悪くないね。はい。で、パックの。あ、アリゾナさんだ。あ、よかった。はい、ダイヤモンドバックス弾けた。あ、キャロルもベース出た。はい、リンド。せーの。よいしょ。バックス。はい、店長が嬉しい。まあでもよかったよかった。はい。ねえ。おお、よかったよかった。アリゾナ弾けた。よいしょ。はい。ジョーダン・ラワーさんね。ショート。アリゾナ。はい。これが6箱目ですね。はい。ありがとうございます。で、7つ目は、サットさんですね。よいしょ。よいしょ。はい。いきます。せーの。よいしょ。はい。セッコーニさん。ですね。スレイド。はい。で、こちらもダイヤモンドバックスだ。ダイヤモンドバックスも、そうですね。ピッチャー入れて3人ぐらいですかね、今年ルーキー。で、アルバレスさん。で、フレリックさんで、青ですね。アジャズ君の青。75ですね。はい。これが7箱目ですね。で、8箱目がホッサンですね。そうですね、トリビュート、そうですね、ブラック。あと、ちょっと開くのかな、販売。新商品。でも5月、ボーマンとかあるでしょ。だから、どうなんでしょうね。まあ、とりあえず5月、まあ、初期の段階のプロダクトだと、トリビュートとブラックぐらいがカウザー引けるプロダクトなんじゃないかなという気はしますけどね。8箱目、ホッサン、せーの。はい、ホセレーさんのリフオートですね。レジェンドですね。はい。初めの方に出て、ね、真ん中あたりでも1回出たか。3回目ぐらいですね、今日ね。トップクロあたりになっちゃうともうカズアさん、成績維持してればかなり少なくなるんじゃないかなという気はしなくはないですけどね。はい。カスティで、アルバレス。で、セイロ。キャロルの199ですね。はい、ホセレイエスですね、レジェンドです。はい、8箱目、ホセさんでした。ありがとうございます。で、アチアさん。シリーズ2も山本さんと今永さんの紙入るでしょ、ルッキーカード、フラッグシップで。だから2もかなり需要は高くなるんじゃないかな。1の時より需要高いかもしれないですね。はい、いきます。せーの。よいしょ。はい、あ、キャベツさんも、初めの方にポコッと出て、それ以来でしたね。うん。はい。2回目ぐらいだよね。あ、大谷さんも久々。はい、大谷さんは3回、初めの方にポツポツと来て、で、中間前ぐらいでポツと来て、で、久々ですね。はい、ソレタブレイ。はい。これ9箱目なんで、アチアさんです。目当ての選手引こうと思ったら、まあ4ケース1ぐらいです。それとマウリシオのルーキー99。ベースカードが、ケースで24枚しか出ない。5ケース開けて、コンプリできるかなっていう、そういうレベルなんで、とても大事です。ね、ドジャースだしね。うんはい。はい。で、10箱目。はい。アリゾナさん。ね、あれです。さっきはね、よかった。アリゾナの。はい、いきます。せーの。よいしょ。はい。あ、ラファエラ。ラファエラの音初めてじゃない今日。出てないよね。カードはいっぱい出てたけど。ねえ。写真見覚えないもん。全く。よいしょ。はい。あ、なんか変な色きてる。ジャンですね。で、ターナー。で、どなただはい、あ、バースミス。15シリですね。15シリアルが5枚ぐらい出たのかなそんな感じですね。で、10シリ、5シリっていう感じで出てます。ラファエラ、初めの方に出てたかな。カードはいっぱい見てたけどね。はい。サインカードの方はほとんど見てない。これが10箱目ですね。はい。はい。で、一番下ですね。11箱目、MMMMM さん。はい、いきます。せーの。よいしょ。あら、フロリックさんの、はい、グリーン、あ、OK ですね。はい、99です。はい。ブルーアーズもかなり勝ち越ししてるイメージですけどね、今年。あ、ドミンゲス来ましたね。あ、シリアル2枚パターンで C が。ドミンゲスさんも、まあシリアル、ね、ベースカードもそうですけど、ちょっとぶりですね。中間あたりよく出たね、今日。ストーリーフのカスティ。C が150、カスティ予算が199。ね、デュアルオートね、まだ一回も今日は出てないんですけど。アイボリー 10K スイッチって一応ね、公式が書いてましたけど、それが2枚出て。はい。はい。で、最後ですね。はい。アリゾナさんですね。最後。せーの。よいしょ。あ、オースティン・ウェルズ。はい。こちらもちょっとあまり見ないですね。今日ね。まあ、1回出たかな。2回目かな。これで多分。という感じです。うん、で、まあ、エリ・デラクルーズ2回。ね、レデー。1個ゴールド。で、今永さんがレデーで1枚。うん、あ、ジョーダン・ラブさん。よかった。さっきサインね、出ましたから。それとラザホール。で、金か。はい。マトスさんの金ですね。これはジャイアンツです。はい。まあ今日開けて3枚、出現が3枚以下の選手は結構 SP 的な感じなんでしょうね、多分ね。うん。これも2か。エリーも2か。ですからね。で、今永さんはまだ、こう、eBay とかでも、パナテックスライブとかでも、まだ確認されてないようですんで、まあ、初めて出たような感じですからね。山本さんは1枚もう売りに出てるからね。はい。このケースはグリーンがいて、リフが1。で、これとカウザーのこれですね。はい。3。で、初めの、レジェンド2連続でしたね。テシエラさんのグリーンと、リプケンさんのゴールド。これで5ですね。まあ、リプケンさんのゴールド引けて、カウザーの、ね、今、はい、ホットなルーキーですから。で、合計5ですね、シリアルオートね。1、2、3、4。うん、やっぱ5ですね。うん。って考えると、やっぱ今永さんが、あの時シリアル4枚しかなかったから、今永さんがひょっとしたらシリアル扱いのとこに、入ってるのかな。まあ、わかんないけどね。まあ、ただ、シリアルオート4っていうケースが今日は、今永さん出たケースだけでしょ、多分。ね。他みんな5でシリアルオートケース出てたから。はい。まあ、SP っぽそうなイメージですけどね。うん。初めの方、デラクルーザーで、まあ、あれ金か。金だもんね。はい。ということで、ね、全14ケース開け終わりました。発送は明日からとなります。で、空箱、欲しいお客様は、明日の朝11時までに店長にメールを入れておいてください。メール入れといていただければ、メールから検索して、紐付けして、できますんで、はい。一言でも大丈夫です。箱欲しい。そしたら、まあ、店長、メールで、メアドで検索して、引っ張り出しますんで。はい。で、明日から順次発送します。合計かなりスポット数も12/14ですから、明日1日でちょっと終わるか、微妙ですけどね。12/14か。168スポット。まあ、複数の方もいるんで、まあ、150箇所ぐらいに発送するような感じだと思いますんで、まあ、できれば、はい。ちょっと明日早く来て、明日中に発送したいなと思います。はい。ちょうどね、6時間半ぐらいでしたね。はい。途中、ちょっと荷物、はい、受け取りとかあったので、あれですけど、長いとこ、ありがとうございました。各、開催ね、14回の動画は、この後すぐアップします。まあ、一つの動画が25分ぐらいですんで、どのくらいでしょうね。まあ、15分から20分ぐらいで全部アップできると思います。はい。で、ご確認いただけたらと思います。ですので、まあ、お客様、空箱の件だけ、はい。まあ、一応、すべてのカードはローダーに入れて、クリスタルパック入れて、で、プチプチでくるんで、で、段ボールに入れて発送しますので、本当に箱が欲しいという、はい、方だけで OK だと思います。ちゃんと、はい、資源回収で出しますって。はい、じゃあ、長いとこ、ありがとうございました。次のメジャーリーグの製品だと、何があるんですかね。結構直前になんないと分かんないとか、まあ多分次ボーマンかなと思うんですけどね。うん。ボーマンですね。トップスターの製品は多分ボーマンが連休明け。ただ、日本の場合はゴールデンウィークがあるので、いつもボーマンに関しては、まあ連休前なのか後なのか、ちょっと微妙なところがあるんで。はい。まあ、ただ、アメリカだと5月の8日発売ですと、日本だと連休明けになってしまうので、どうですかね。8日に販売できるようであればいいんですけど。まあ、それはジャンボ。うん。グループブレイク。ジャンボかな。ホビーよりは。まあ、ブレーカー版とかも多分あると思いますんで、うん。まあ、それも入手できたらそれでやった方がいいのかなという気はしますけどね。まあ、開けてサイン3枚で終わりだと思うんですけど、うん、まあでも、その予定は今のところないですね。ホビーとジャンボだけですね。まあ、ただ入荷すると思いますので。はい。あとは、まあ、バスケとかあったらかな。っていうぐらいですかね。うん。はい。じゃあ、6時間半、ね、お昼ちょいから開始しましたけど。はい。いや、はい。ちょっと、久々に続けてやるのも、やっぱ、面白いですね。楽しいです。はい。あ、ロサンゼルスから。はい、ありがとうございます。6時間、はい、やりました。じゃあ、あとは個々の動画でちょっと参加されたお客様はね、ご確認いただけたらと思います。はい、長いとこありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。